脳内出血。脳内出血とは、脳内に出血する疾患である。大きくは高血圧性脳内出血と非高血圧性脳内出血に分類される。寒冷暴露などの自然環境のほか、労働条件やストレスなどの社会的、精神的要因がある。また、喫煙、塩分摂取、アルコールなどの思考、肥満、高血圧、運動不足など多岐にわたる。 高血圧性脳内実血は、高血圧症及び動脈硬化が起こる50から70歳代に多いとされるが、近年高血圧症の早期治療の普及により、減少傾向にある。他の危険因子として、喫煙、糖尿病、動脈硬化症、手術の出血性疾患がある。死亡率は75%に達するとも言われる。平成16年度厚生労働省。 人口動態統計では、人口10万人体で本症による死亡が28.6人であった。出血部位により、比較出血、死傷出血、皮質化出血、脳幹出血、小脳出血に、さらに細分化され、発症部位により症状は異なる。非高血圧性脳内出血は、脳動脈瘤、もやもや病、脳動静脈気形、脳アミロイド血管障害、 脳アミロイドアンギオパチー、脳腫瘍内出血、抗凝固療法に合併するもの、アンフェタミン弾容に伴うもの、血小板機能障害に伴うものなどがある。老人においては、脳アミロイド血管障害による脳出血は非常に多く、高血圧性に次ぐ第2位である。脳アミロイド血管障害では、皮質化出血が多く、また再発を繰り返すことが多い。 出血部位によって分類するのが一般的である。内出血は外科的な治療の適応となることが多い。基本的に行われる手術は血腫除去術であり、その意義は救命のための脳ヘルニアの回避、圧迫脳の減圧、出血源の特定と止血にあるとされている。出血の大きさ、神経症状、全身合併症、年齢、術前 ADL によって手術適応。 様式手術時期を検討する。一般的に、血腫量が1 0トル未満の小出血、または、神経学的な所見が、軽症の場合は部位に関係なく手術適用はなく、また意識レベルが新婚水、GCS4 の症例も手術適用はない。知識的となることは少ないが部位によりす症状、工事の機能障害を生じる。高齢者に多い。 血種が5 0トル以上と大きく意識レベルが、軽民 JCS10 から、半昏睡 JCS100 で、手術が考慮される。皮質化出血においても高血圧性が多いが、比較出血、死傷出血に比べると高血圧性の割合が低く、その他の出血原因についても、積極的に精査する必要がある。若年者では、同性脈気形、高齢者では、 脳アミロイド血管障害が多い。中大脳動脈の先通枝からの出血で、頻度としては最も多い。全体の70%を占め、内比較からが40%、死傷からが30%である。この2箇所からの出血が多いのは、中大脳動脈という太い動脈から急激に細い、動脈に変化するからである。 レンズ角状態動脈外側詩から出血する。血腫が大きいと内包の障害により、体側の肩麻痺が生ずるほか、有意半球からの出血なら失語症、非有意半球なら失効、失忍を認める。意識レベルが、軽民、JCS10 から、半根水、JCS100 で、血腫量が 31ml 以上の症例で、手術適応がある。のほかに、 低血腫吸引除去術、内視鏡下血腫除去術が止血されている血腫で、しかも意識レベルが、警民、JCS10 から混迷、JCS30 の症例で考慮される。止血されているかは増 ACT や6時間後のフォローアップ CT にて判断するのが一般的である。ご死傷戦痛動脈及び死傷膝状態動脈から出血する。 麻痺よりも感覚障害が強く発現し、痛みを強く感じる。肝脳や脳幹の障害により意識障害が起こる。脳実質内血腫に対しての外科的手術の適応はなく、急性水筒症を起こしている場合は、脳室ドレナージ、脳室内血腫に対して、神経内視鏡を用いた血腫除去術が考慮される。急速に渾水状態となり、死死麻痺、 宿道などが見られる。短期間で死に至り非常に予後が悪い。手術の無効性が確認されているため手術適応はない。出血量が多いと電撃性卒中と言われ、発作と同時に死に至ることもある。小脳が障害されるため、四肢麻痺が起こらずに歩行不能などの症状が発生する。その他に、頭痛、悪心、嘔吐、めまいなどが見られる。 重症型では閉塞性水頭症により短期間で昏睡状態に陥る。血腫の最体径が3センチメートル以上で進行性のもの、脳幹を圧迫し水頭症を合併しているものは手術適応がある。血腫量で言うと11ミリリットルあたりと考えられている。成人の脳室内出血は脳血管の異常によることが多いため、 脳血管増影などで出血源の精査を行う。急性水頭症を起こしている場合は、脳質ドレナージを考慮する。脳座症を伴う、頭部外傷後などに、自発的に起きる。破裂動脈瘤の30%ほどで併発すると、言われている。脳動脈瘤の後発部位としては全交通動脈。アカム中大脳動脈の最初の分子部。 内形動脈対後交通動脈、ICPC とされている。全交通動脈流では、前頭葉下内側及び透明中核に、ICPC では、側頭葉に、中大脳動脈流では外方及び側頭葉、前大脳動脈エイブ動脈流では、脳量から体上界に脳内血腫を形成する。高血圧由来のものとは明らかに分布が異なるほか、原則として近傍に、 雲膜下出血を伴っている。アキュー性細菌精神内膜炎や重毛岩などでは、動脈瘤を合併し、雲膜下出血を併発することが知られている。血液が血管外に流出すると凝固して、血小成分が吸収されるためヘモグロビン濃度が上昇する。そのため CT では、高吸収域を示し、診断は比較的容易である。血腫量の推定には、 以下の式がよく用いられる。高血圧性出血は、比較、死傷、発小脳や大脳皮質下に後発する。これらの部位以外に血腫が存在する場合は、脳動静脈気形、海面上血管腫などの脳血管器形、アミロイドアンギオパジー、脳腫瘍出血性拘束、血液凝固異常を伴う出血など、他の原因も考慮する。 結種は6時間程度で完成するが、高血小板薬内服中の発症などでは、神経学的所見が悪化する場合があり、その都度フォローアップする必要がある。境地的変化では発症後3日間は、結種は CT 値高値を示す。その後変炎部より、脳浮腫による低級収域が出現する。1から2週間が極期であり、3から4週間脳不腫が持続する。 3から4周で、血腫も、等級腫を経て、髄液とほぼ等しい定値を示す。これは、血腫が誘拐、吸収された後空洞化するためである。小さな血腫では、画像上は反抗を残さないこともある。長級世紀は、脳出血と脳梗塞の鑑別も、MRI にて行うことができる。ただし、CT でも、ほぼ脳出血の検出能は、変わりはないとされている。 MRI の意義は、ヘモグロビンの生、科学的状態が鑑別できることである。発症直後は、血腫内の赤血球膜は正常であり、内部のヘモグロビンの多くは酸素を含む、オキシヘモグロビンである。オキシヘモグロビンは、半磁生体のため、T1 緩和時間、T2 緩和時間に影響を与えないが、血平は水分を含むため、軽度の T2 延長を示すのが、一般的である。 オキシュヘモグロビンは数時間以内にデオキシュヘモグロビンとなる。デオキシュヘモグロビンは常時生体であり、T2Y に,にて著名な低信号を示すようになる。自家率効果に AB なのはグラディエントエコー法である T2 強調画像である。この画像では急性期血種は著名な低信号を示す。しかし T2 強調画像では急性期血種と慢性期血種の区別が難しい。 旧世紀から旧世紀にかけて、デオキシヘモグロビンは、変炎から酸化され、メトヘモロビンに変化していく。メトヘモグロビンは、常時生体であり著名な T1 短縮効果を示す。ため、T1Y にて更新を伏化してくる。この時期には同時に、血腫誘拐が始まる。赤血球膜破壊によるメトヘモグロビンの血球外、流出、不腫性変化によって、 t2y にて高信号化してくる。この頃は ct では、血腫の変炎が低級周域になってくるため、mri の方が、血腫の境界、負腫性変化を正確に判定できる。慢性期になるとメトヘモグロビンは、ヘモジデリンとなり、負腫も落ち着き、t1y, t2y ともに低信号となる。t2 強調画像でも低信号を示す。発症後24時間以内は、 再出血の危険がある。しかし欧米ではかねてより血圧を低下させすぎることはかえって脳血流の低下をきたすので近忌であると言われてきた。近年、血腫周囲の神経細胞は休眠状態の低体舎状態となるため脳血流の低下は必ずしも拒血を意味しないという新しい考えが発表された。従って発症急性期に高圧治療を行い、 再出血を予防する治療が可能かつ有効かも知れないと考えられるに至った。国内の検討では、発症3時間以内の長久世期の高血圧性脳出血も、積極的に平均血圧 110mmHg 以下に高圧すること、内因時血圧を20%程度の高圧することで、出血増大、再出血の危険を低下させ、しかも予後悪化を防ぐことが示され、 来院直後から脳出血患者を積極的に高圧する治療が主流となりつつある。また必要に応じ浸透圧生理尿薬やステロイド薬などで頭蓋内圧更新症状を軽減する。手術療法は前例に適応ではない。死傷出血及び脳幹出血では血腫量によらず手術適応がない。その他の部位でも血腫量が少量。 10ml 以下であったり神経学的症状が軽い場合には手術適応はない。脳ヘルニアが見られる例に対し緊急回答術を行う。自然に吸収されない大きさの血腫であれば再出血の恐れがなくなり脳負腫が収まった時点で待機的に低位脳手術を行う。通常1から2週間は急性期病院でのこれらのケアが中心となり、その後は 後遺症の程度改善のためのリハビリテーションが主軸となる。また高血圧がある場合は脳出血再発予防のため高圧薬内服を続けていく。脳幹出血においては呼吸麻痺、他の部位においては脳ヘルニアが致命的となりうる。発熱がある場合、頭部を冷やしすぎると MRI 部で詳細に記述されているヘモグロビンが 酸素を放せなくなる代謝性指導室が起き、機能を低下させるので注意が必要である。脳卒中合同ガイドライン委員会編、脳卒中治療ガイドライン2004、共和企画2004年、ISBN48 億7794万472、全文が日本脳卒中学会ホームページで閲覧可能。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。